こんにちは、トミービデオのトミーです急にちょっと水差してないし、水とちょっと運動用のやつ買ってきたわ。今日はですね、いやちょっと一回乗るわ。雨降ってるな、予報通り今日はちょっと体脂肪率一桁チャレンジの一環として、これから通うジムに行こうと思ってます。ダイエットした時のトレーナーさんで、以前もね、知り合いというかなんですけども、ダイエットした時のトレーナーさんに引き続きやっていただくという形になってます。で、今ユニクロでトレーニング用のね、衣類買ってきたんで、手持ちで袋とかもらったらいい。いや、袋さ、5円ぐらいするからね、エアリズムのズボン。これスポンサー募集しますこのね、なんて言うんだっけ、格闘家の人とかのパンツ。そうそうそう、この僕がダイエットの時に毎回その筋トレする時にパクズボンにね、ライジンみたいな感じで。おお、いや、すごスポンサーのすごいよ、スポンサー募集します。サラダチキンとかね。おお、天竹さんお願いします。天竹ってここ入るかもしれないけどね、入らんわ誰が入れるか、俺のダイエットのズボンに入らんか、入らんか。結構XL なんで、結構面積も広いんで、すごいね、成功していくにつれてスポンサーの幅が狭まっていくっていう謎のね、サイズが出てる、それでは今日も体脂肪率一桁チャレンジシャープ1でございます。こちらがなんで前回ゼロにしたんですか。なんであれゼロなんですか。誰が誰に言ってるんですか。あれなんでゼロなんですか。1ですよね、普通に考えて。知らんけど、シャープ1です。なぜかここからゼロから始まったから、ゼロから始まりましたから。じゃあちょっと行きましょう。ということで、ジムの方にやってまいりました。ここがね、僕が1年間お世話になるであろうトータルボディスタジオさんです。ここに1年間通わせていただこうかなと思っております。先生、よろしくお願いします。お願いします。すいません、前回もね、実はその企画動いてたんですけど、ちょっと僕の騒動でちょっとね、腹筋を割るっていう企画動いてたんですよね。そうですね、途中で、まあ、いい感じだったんです。いい感じだったんですけどね途中でね、なくなってしまったんで、ちょっと今回はもう腹筋も割れますもんね、一桁になると一人になったらもう結構バキバキな感じで、リベンジマッチも含めてちょっと先生とやっていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、ちょっと先生と76キロまで行ったんですけど、はい、前回の体重測ったら91キロだったんですよ。おはい、すいません、本当に申し訳ない感じでいっぱいで。そうですよね、それは違いますもんね、やっぱり。まあ、そうですよね、そうですよね、そうなりますよね。一応前回動画では91.9kg ぐらいで、92ですね、92で 29.、いくつぐらいの体脂肪率なんですよ。で、そこから1週間ぐらい今経ってて、はいはい、ちょっと一応先生に会うということで、まあ、1週間食事制限はまだしなくていいって言われてたんですけど、さすがにある程度節制はして、規則正しい食生活はやってきたんで、はいはい、ちょっと先生の前で今日怖いんですけど、体重計1回乗るとこから始めたいと思います。了解です、お願いします。いきます。ズーム。お、何キロだ。お、30。これ何。あ、BMI ですね。あ、BMI か。え、ちょっと減ってない。あ、おお、ちょっと減ってる。減ってるな。内臓脂肪結構高いですね。あ、まあ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 、90まず切ってるのは、そうですね、まあ多分シンプルに多分めちゃくちゃ夜食でなんか食っちゃうとかがなかったんで、ちょっとこう整ったに近いですかね。 89.4kg、まあ、体脂肪率が 28% ぐらいです。あ、でも体脂肪、まあ、30弱ってことですね。まあ30弱、28%、27.5%。ちょっとこう細かく言って少なく言ってほぼ30ですけど、まあ、30ですね。ちなみに先生はどんくらいなんですか、体脂肪。普段だいたい10前後ぐらい。すごっ。やっぱまずは20の壁がでかいと思う。なるほど、 10% 台に乗せるところがあって、それがまず切るのはなんかその時頑張れるの、はい、そこ継続するみたいなのが、はいはい、でそこから次多分15で、その次10で、10切るって結構もうその計量だとか、はいはい、その単純にそのダイエット落としたっていうか、もう削ったみたいな話なんで、はいはい、着実にちょっと今その焦らずに、はい、って感じで、ちゃんと計画性を持っていかないと
一桁にはいかないってことですね。いかないし、仮にいたとしても絶対また爆発すごいリバウンドしちゃったし、あ、危ないですね、純粋に。はいはい、だからあれですよね、その適正体重まで落として、でその上で企画としてこう強度を上げて、そこから挑戦してみるっていうのに近いんで、ずっと一桁でいきたいとかそういうわけではないんで、まあ、まず適正体重にはで健康のためにもやっぱ行くべきですよね、本来。そうですね、そこはもう適正体重だから、あの富さんの場合70弱、65ぐらいかな、はいはい、なんで、まあ、今だとあれ、まあ、25キロ。そうですよね、多いよね。やばお、25キロ多い。赤ちゃんとかで考えたら、9人分とか、すごっ8人分ぐらい。重いですね。逆に言ったら、やっぱ膝とかを考えても、ちゃんと痩せて、その適正体重だったら、もっと動けるし、健康的にもいいってことですもんね。そうですね。でも最終の目標を考えると、筋肉を減らすというよりも、贅肉をちゃんと削って、筋肉しっかり増やして落としていくのが、普通より厳しいってことですよね、だから。そうですね。その維持するっていうか、ただ落とすっていうよりかは、そこのまま定着させて、キープするっていうのがやっぱ難しい。まあ、でも1年間はちゃんと全部こう有効に、そうですよね、1日1日振り過ぎ使ってたらいけるってことですね。本当ですか。で、12月末までで考えたら、計画で言うとこっからどこでどういうことをしていく感じなんですかね。最初、最近運動とかトレーニングとかどうですか。いや、本当に何にもしない。 OK です。なんで、まあ、多分に春に関してはとりあえずその習慣を戻していくっていうか、はいはい、運動習慣をつけるみたいな、はい、で夏、せっかく暑くなってきて、うん、いい時なんで、しかりまあ夏に一回落とそうかな、うん、で秋はそんなにまあそのまたさらに頑張れみたいなのではなく、春、夏ってこの続いてきたものをそのままなんとかキープするっていう、うん、定着っていうのもやっぱ大事なんで、はいはい、で最後冬っていうかその11月、12月追い込んでいくっていうか、走っていくな。聞いた感じね、簡単そうよね。理論ではね、なんかいけるそうですね、なんか今聞いた感じは。まあ、そもそもでも適正体重まで25なんで、トミさんが3ヶ月半何も食べなかったら、はい、25は落ちるみたいな。いや、3ヶ月半何も食べなかったら。そこだけでまずめちゃくちゃ難しいんで。その分だから、まあ、食べるわけじゃないですか、結局。なので食べた分も含めてそんくらい消費していくってことですもんね。そうそうそう、とんでもない運動量ですね。そう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 、トレーニング の, そのプランみたいな話で言うと、はい、まずベース筋肉量ですね、はい、しっかりつける、うん、代謝をこっちに上げる、はい、何もしなくても減ってくれるその基礎代謝と筋肉量を上げる、はい、その上でしっかり動き回る、有酸素をやって、そうそうそう、ヒートだったりとか。結構筋肉量を増やすってことは見た目が変わり出すのっていうと、やっぱ夏前から夏がガッツリ落ちてくる。そうですね、そんなにいきなりそのこの春に見た目変えるほどごっつりいくと、うん、まあ、絶対春秋とかでまたこう、うんうん、だからリスクなので、まずは運動習慣を取り戻す、はい、その夏とかに追い込める体作りを、まあ、春の間にしっかりやっていく、はい、感じです。見た目で言うとそんなにだから変わんないみたいなと思います。その運動の習慣でいうとどんくらいやるんですか。まあ週本当は4、5が4、5 いいですけど、週4、5何をやるかですよね。あとざっくり強いんだったら、はい、最初の30分とか20分、30分とかしか筋トレをして、はい、筋肉を育てる、成長させる、はい、で代謝を上げる、はい、でその後にしっかり汗かける運動、はい、結構そのトレーニングと運動、カロリーを消費するみたいなごっちゃにしちゃってる人多いんですけど、うん、はい、別なの。しかも上げてから運動をして汗を流すという、はい、これとこれを1時間ぐらいでガッツリとやるってことですね。1時間のしっかりした運動を、ギュッとした運動を週今度は4、5 をやっていくってことですよね。そうです。そうですよね。それが運動の習慣ってことですね、今年の。そうです。わかりました。むずそうですね。ちゃんと聞いたらむずそうでした。それはそうですよね。一桁ってすごい。そうなんですよ。でも、無理がないです。ああ、全然。それが、うん、それが、その言葉があれば。はい。それじゃあ、よろしくお願いします。お願いします。そしたら、一番最初はその筋トレのベースとなるビッグスリーって3つがあるんで、はい、その3つからちょっと今日トライしてみましょう。はい。じゃあまずスクワット、はい、足のトレーニングのやつから、はい、いきますか。最初、はい、しゃがみ込むっていうのをやってみましょうか、はい、あのヤンキー座りみたいな、はい、あのしゃがみ込む、スススで立ち上がる、はい、
で、それちょっと3回、4回ぐらい繰り返してみて、うん、おやっぱいいですね、いいですか。あとはお尻にしっかり入る、はい、大事だし、上でこう、バーベル持って、はい、ここに乗っかってくる、今よりしゃがみ込んでもらって、こうやって、ここに、ここに重さが乗って、せーの、スッとしゃがみ込んで、せーの、じゃあ、しゃがみ込んで、OK です。で、こんな感じで乗ってくるんで、はい、あんまりこう、ここまで落としすぎると、力が入りづらくなって、この辺でちょっと一回止めてもらって、ストップする。で、ここで、せーの。こっちの方が、ストップ。で、膝の高さで、そうそうそう。どうですか、こっちの方がこう、そうですね、だから下げすぎるとここら辺にちょっと効いちゃうと思うんですよ、ね、そうなんで、膝の高さぐらいパラレルっていうんですけど、はい、その高さで止める。あとはまあ僕はジャンプのイメージですね。スクワットの最終のイメージが、はい、溜めたこの力で斜め上にジャンプ、そうです。なんであんまりしゃがみ込みすぎちゃうとジャンプ飛べなくなっちゃうので、ちょっとこう止める、はい、しゃがむんだけど、しっかりしゃがむけど止める、受け止めて、で、おお、いいですね、いいですね、いい感じです、いい感じです。じゃあもう、行っちゃいましょうか。やりましょう。 OK です。で、しゃがむけど受け止める、ストップ。で、うん、大丈夫。3、おお、いいね。5、6、全然きついな。1、半分ぐらい、はい、え半分、そうですね、半分いってみますか。45ってことですか。そうです。おい、なんで俺体重そんなに体重重すぎだろ俺。今の状態で行くわけじゃないんですね。ね、そうですね、今はフォーマテリン&アップですね。ここからがいやそうっすよね、そりゃよし、はい、え、これ何キロですか。これで45スタート。これ45スタート。あ、ごめんなさい、嘘だ。50ですね。50。先生。先生。いきます。首の後ろにちょっと当たってれば。こんな感じですかね。そうです。うわ、全然めちゃくちゃ重いじゃん。いいよ。いきます。お、そうそうです。いいですね。3。もうちょい下で受けてもらう。もう一個下。5。そうそう。うおー。3とか4とかなって、いや、もう一世だよ、ほぼこれ一世だよ、ね、まそう、もし後ろに落としてジャンプ、オーケー、いいですね、いいですよ、めちゃくちゃいいですね。久しぶりで、これはすごいです、本当に絶対いきます。多分最後の方とか130とか、いや違うんですよね、違う競技ですよね。60キロって下がっていくっていうのを考えても、まあ、体重の2倍ぐらいはいけるんで、すごいよ。あ、そうなんですね。それは100上げるっていうその企画もやっちゃってるな中ででも最初で本当、まあ、この感じだったらめちゃくちゃいいですね。本当のこと言うと、これで50円で、まあ、ちょっとまあきついなーで下げるつもりだったんですけど、はい、もうこのまま、きついっすよ、先生。いやいやいや、きついもうさ、3節目きついとは言ってましたけど、ね、3節目、きつかったな
下げますみたいな。いけちゃってるから。きつかったですよ、先生。僕、きついという言葉は届かないし。上ジャンプ。右側にか。ケツ痛くなんだ。そうなってくると多分あのケツで使ってこうギュッと締めて、はい、立ち上がれる、はい、そうすると腹も上半身もいいっすか。いいっすね。これ仕事とは連続の日もあるってことですもんね。そうです。まあでも週本当に仕事になってきたらこの日は足の日、この日は胸の日、あーなるほど、そうです、変えていくみたいなのは全然いい。でもまあ大丈夫です。トミーさんだったら全部さんだったらなんかポテンシャル買ってるんですよね、先生。ずっと昔から格闘家デビューさせようとしてくるんですよ、先生。ずっと。次は何ですか。次、背中ですね。背中でデッドリフトって言って、はい、見たことないですか。こういうと持ち上げてはい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 。さっきのスクワットのあのこの動き作ってもらって、はい、でこの膝を支点に上体上げてくるんです。はい。ベストです。あ、そう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 。ここら辺パツパツに入ってる感じ。入ってますね。その状態で、はい、胸張ってここまっすぐ。はい。もう一個まっすぐ。持ち上がって。そう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 。この動きなんですけど、後ろにあのスクワットみたいにそう後ろに後ろと、そこから後ろに突き出して、そこをまっすぐ。そう。このままストップ。これでおへそに引いてくれば。そうそうそう。腰は大丈夫ですね。下半身が、あ、そっちが来てますね。結構来てますね。さっきのやつをこれ持ってもらって、はい、行きましょうか。おじさんの下そうですね。トミーさん結構あれかもしれないです。伸びちゃうんで、はいはい、四つん這いの時に。言葉を悪く言う、あれで言うと、あの腹の締まりが悪い。腹の締まりが悪い。腹っていうか、正確に言うと下腹ですね。あのだからあの腹筋で言うと、はい、足上げ系のこの、はいはいはい、ああいうのの締まりが悪いんだろう。これができれば、このポジションが締まってくる。すげえっすね、筋トレこんな汗かくんだ。いい感じですね、いい感じですね。肘を上に上げる、そう、なんならそのあばらを削るように巻き込む。そう、オッケーオッケー、いいっすね。いいですね。なんか左の方が分かりやすいですね。なんでですかね。右手で、多分その引き手だと多分こう、あの腕力使っちゃう。右手が若干こうちょっとこう力でやっちゃうんですね。そうそうそう。ラスト、もう一回いきましょうか。やばいっす、これは。めっちゃ痛い。そう。9、10、あ、でもこれ、1、2、そう、気にしないですよ。3、4、そのままラスト。OK です。あー、でもなんか、いいですね、分かりました。いいですね、いいですね、いいですね。OK です。そしたら胸、行きましょうか。これが背中。そうです、そうです。さっきのが足と使って下半身。次、胸ですね。行きましょうか。僕と一緒に頑張るって言ってた方、同じ重さでやってください。トミビデオ最後、ビッグ3のもう一個胸、はい、ベンチプレスいきましょうか。おいっす。
どうですか。いや、前のその知識がちょっと入ってるんで、うん、こう背中をこう締めてみたいなのができてるんで、まあなんとなく記憶は少しありますね。まさかちょっと一回腕立てやりましょうか。腕立て、はい、はい、ストップ。で、ここでちょっと肩丸くじゃないんですけど、はんはん、肩まで入っちゃうと休めちゃうっていうか、まあそうですね、そうですね。腕肩でいっちゃうの分かります。はいはい、分かります。で、ここをちょっと落として、はい、肘より下に落とす、肘もう一個落とす、肘より下に落とす、ここから上げる、ストップ、ここ、うわ、で、落として、上げて、ストップ、で、落として、で、この時に胸張ったまま、肩甲骨全然そう、張ったまま落として、で、上げる、オッケー、ストップ、オッケー、やば、これやべえ、ダメじゃないです、全然ダメじゃないですけど、トミさんはいける人、できる人なんで、この、じゃなくて、損だな、できる人のキャラクター損だな。もう乳首ぶつかるぐらい落としといて、ちょっとこう戻していく、はい、G よりも下げて、ちょっと肘より上に来たらもうどちらかというと先生のここの筋肉かっこいいから、かっこいい、かっこいい、かっこいい、あれつけたいな、俺も引いてきて戻す。それでもう一回いってみましょうか。はい、でまず落として、でこうやって戻す、でゆっくりしっかり落として、もう一個しっかり落としてここで、で、5、いいですね、いいですね。35でやってみましょうか。35増えそう。で、今のが20ですもんね。今の20です。15プラス2ですね。トミーさんのあのさっきのスクワットとかの感じだったら全然本当は4、50で行きたいんですけど。いや、あれは動画用です。あれマジで最初だけです。4、50ですって。いや、飛ぶよ俺、夜逃げするよ。めっちゃ探しに行こう。重り持って探しに行こう。ダンベル持って。ダンベル持って。いや、お前遅いやつ。じゃあ。よし、行きます。重い。落して、戻す。はい、行きたい。戻す。戻す。OK。どの辺をどう使ってるって感じですか。押すときはこの辺意識できてるんですけど、こっちのときにやっぱここら辺に外側に逃げちゃってる気がするっすね。そうなんですよ。だからやっぱ4、50で別にいけると思うんですけど、はい、その肩で受け止めさせたくないっていうのがあれですね。はい、ここで押すとここに入っちゃいます。はい、でもここ抜けるじゃないですか。はい、でこれを下げていってもらうんです。下げて下げて下げて、そうするとここで胸で受け止めるのがわかります。ここだと。あ、大丈夫ですね。でもちょっとこう上げて、はい、ここでせーの。あ、こっち入っちゃった。そうそう、肩っていう、そうそうなんですよ。だからその、結構僕引き下げたいっていうか、あ、なるほど、下にしてる。そう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 、そのイメージで、そのこのラインで動かしてあげると、はい、こういうことですね。そう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 。それでもう一回いってみましょうか。いきます。足上げちゃいましょうか。足上げちゃう。膝曲げてもらって、で足クロスして、ここで足キープです。離し、ギュッて締めて、はい、そのままいきましょうか。え、そっちの方が、トミーさんの下腹部のさっきの抜けちゃうねっていうやつあったんですけど、あれ止めれるし、あとはもう一個、はい、胸にそっちの方が分かりやすく、はい、乗ってくるんです。ああ、なるほど、下に逃げないから。今はめっちゃきついです。やばっ。おっ、うん、そう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 、抜けてここで。うお、すげえ。さあ、よし、よし、よし、しかでギャルを戻す。そう、ギャルも見てる。いいですね。そう、もう一個、ラスト、ラスト、もう一個、いや、もう一個、もう一個、もう、なんで？キー、オッケーですよ、オッケー。先生、先生の言葉、ちょいちょい前から思ってたわ。なんか、数字ちょんぼしてる時あるなって。もう一個ちょっと今足して、最後いきましょうか。はい。でも40ですね。40か。1、9、よし、でもお前めちゃくちゃマウント取ってくるコメントあんだろうな。40でそれですか。ね、ああ、ね、いや、これやってる人はね、やっぱね、40でそれかみたいな。これ何キロ上げ出したらすごいですよ。100とかやっぱ大台なんですか。まずはでもそのビッグスリーで言うと、自分の体重の 1.5 倍とかやってあげたら 1.5 倍おーおーみたいな。で、130人とデッドリフトはさっき言ったみたいな2倍ぐらいは。2倍なんだ。
そいつらのマウントはもう無視しよう。はい、これが一応筋トレの種目ってことなんですかね。そうっす。わかりました。でこの筋トレで筋肉量を上げる、はい、筋肉成長させるだったりとか、はい、代謝上げるって状態にしといて、いい状態で運動しっかり汗流す、消化カロリー作るっていうのをやっていきましょう。はい、今日は、はい、これと汗流すのは別なんですか。別です。汗流れましたけど結構汗流れましたけど、からのこっからやるんですね。からのカロリー消費みたいな話ですね。ビッグ3とかで言うと、例えばその10分じゃあ足やって、はい、10分、背中やって、はい、ちょっと胸やって、はい、で最後はうわあ、今のうわーじゃなかったんですか今の結構僕うわーでしたけどね今日は多分時間があれですけど、次回以降そのめっちゃ汗かくやつをやっていく。ちょっとじゃあここで1年間よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。ということでじゃあ次回ちょっと何がやるか分かんないですけど、また進捗あったら動画にしたいと思います。ありがとうございました。